ってあんなに高く上がったか全然わかんないの。こんばんは。そうマイクビヨーン、マイクビヨーン上がってびっくりしちゃいました。難しいマイクスタート。今日せイニットフル公演のあのユニットは手もでもの涙をマイキューさんと一緒に披露しました。手もでもの涙、手もでもの涙を披露して、それでもね、そう初めてのフル公演のユニットで、初めてのユニットだった。今日よかった、嬉しい。あ、フル公演全然、あ、すごかった、え、嬉しいです、めちゃめちゃありがとうございます。よかった、お疲れ様。でもでもそう、マイキューさんと、マイキューさんの匂いめっちゃいい匂いですよ。なんか先輩らみんな、先輩方みんないいね。そう、え、マイクスタンド、そうちょっとあの次は絶対にマイクスタンド失敗しないように頑張ります。マイクスタンド難しい、はめる、うまくはめられないマイクスタンド、ちょっとマイクスタンドとお友達になりたい。手もでもの涙でもマイクスタンド使ってのパフォーマンスだったんだけど、マイクスタンドって難しい、難しいけどちょっと練習する。こんばんは。落ちてた、本当よかった。そのなんかいます、え、嬉しいです、ありがとう、あずみんです、もらえた、え、届けた。見つけて届けたよ。そうマイクさん、そうなかなか、そうあんまり使わない、はめるのがね、そう難しくて、そうオープニングアクトのね話もしたいの。オープニングアクトなんかね、四国あって、あ、本当に嬉しい、嬉しい、そう言ってもらえると。そう花だれのアカペラもそうなんだけど、そうあの昼公演が赤オープニングアクトから話そう。昼公演はあのね、瀬戸内の声とあれなんですよ、瀬戸内の声と夢力を披露したんですけど、瀬戸内の声、昼公演見てくださった方気づいたかな、瀬戸内の声バージョンアップしてたの。バージョンアップ、バージョンアップしてたんです。そうグレードアップしてたの、お昼公演の方、そうそうそう、そうこの前のボイスレッスンの時になんかこう新しくふーとかアレンジが付け足されたり、ハモリが入ったり、そうサビにハモリが入ったり、曲の終わりとかにこうアレンジが入ったり、歌い分けも変わったり、ちょっと新しいバージョンです。瀬戸内の声が新しいバージョンになってましたの、気づいたかな。そう、それがね今日ね初めての披露だったから、そうめっちゃね楽しみ、みんなどんな反応してくれるのかなって、いやなんかそう、あ、すごいって思ってもらえたらいいなと思って頑張った。そうハモリも増えたり、難しかった、でも難しかったです。あ、お疲れ様、元気だよ、ありがとう。え、ももちゃんさんといつかユニットしたいです。ユニットいつかしたいです。ダンさんハートありがとう。そうで夜公演は久しぶりのあのなんだろう、30分のオープニングアクトで、オープニングアクトであれだったね、あれでしたね、あの花だれのアカペラから始まって、そして僕は僕じゃなくなるで、あとなんだっけ、無謀な夢は覚めることがないで、
無謀で MC があって、暗闇、暗闇、思い出してよかった、夢力だ、うんうん、の6曲7曲かなの披露でした。久しぶりにやる曲もちょっと多かったかもしれない。30分のオープニング曲自体がね、久しぶりだった。こんばんは、よかった、あんまりよかった。そう、くるくるのポンポちょっと変わってるかも、うん、みんなちょっとずつバージョンアップしてた。そう、嬉しい、もっと頑張る。そんなにピリスコさんですか、こら寝てんじゃないよおい、とりあえずボリューム感が上がったと思った。あ、本当に、あ、思った、ボリューム感、あ、そうなんだ、よかった、嬉しい。そう、ハモリが増えて進化バージョンでした今日は。こんばんは。そう、ミニマムユニット、初恋の影したい、初恋の影したいです、ももちゃんさんと。ね、ももちゃんさんのパフォーマンスめっちゃ好き、私も。ねえ、あれ、あの服、あのあかりんさん、あかりんさんも、あかりんさんもくるくるのポンポンめっちゃ褒めてましたくるくるのポンポンがめっちゃ可愛いし、あのポンポンでうまくハモったり歌ったりできるのがすごすぎるって。ポンポン、くるくるのポンポンね、思い出してよかった、結構懐かしかったかも、久しぶりに会ったね、30分久しぶり、本当に会うことなかった、本当に嬉しい。でもね、ちょっと体力めっちゃつけんとって思った、体力めちゃめちゃつけんとって思いました。よかった、思い出したかった、嬉しい。研究生の本当に、でも課題はたくさんですよ課題はたくさんです、本当に課題しかない。こんばんはね、初恋の鍵、ボタニカルな衣装、どれだろう、着てみたい、すごすぎた、本当に嬉しい、ありがとう、奪おうとすれば、ね、そう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 、かりんさんね、それでも話になったんですよ、花だれのコーラすごいねって言って褒めてくださって、あのね、リハーサルをねずっと見ててくださってて、あかりんさんが、そう、すごいよかったよって、それでも体力つけんといけん体力本当につけんといけんと思った。もう最後のフル公演は絞り出しながら絞り出しながらでした。自分の中の体力を絞り出して、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 本当にもっとつけんとなと思いました。こんばんは、体力つけて富士山富士山登る、うん、ちょっと、もうね、息を殺して息を殺して話してますはっはっはってすぐ入っちゃうから、マイクに、すごく長くダンスされた、誰だろう。でも今日は研究生もいたから、割とずっと研究生と一緒にいたけど、なんかこう割とわからないことがあったら葵さんとかあかりんさんに声をかけることが今日多かったですね、うんうん、山ちゃんさんともお話できた、マイケルさんともお話できた、みんなさんともお話、みんなとお話できました。あったかい、ね、四国めっちゃあったかい公園もだし、先輩方もみんなあったかくって、今日のまひなさんの生誕祭めちゃめちゃ素敵でした、めちゃめちゃ素敵だった、本当に素敵、本当に素敵でした、めちゃめちゃ素敵だった。
ピーチもだし、まひなさんの人柄も、まひなさんね、本当に素敵、まひなさんね、そう、ファンの方とのまひなさんとのこうエピソードみたいなのから、まひなさんの今の目標、過去のこととか全部含めて、やっぱそう、あの MC の公演の時に、あ、今日の MC の時にまひなさんも言われてたんですけど、やっぱり初め四国になってからこうまひなさんとこうお話しする機会がすごく増えたんですよ。でも四国に入る前まではちょっとでやっぱりこうまひなさん話しかけに行きにくいなというか、ちょっと話しかけに自分から行きにくいな、話しかけれないなっていう印象がねずっとあった中で、四国にね今回入ってまひなさんとこうレッスン受けたりとかお話ししたりとかする機会がめちゃめちゃ増えたんですよ、四国入って。でそう、四国入ってからこうまひなさんのすごい優しくってめっちゃあったかくって、すごいなんかこう周りをめちゃめちゃすごいと見てくださってるんですよ。すごい気にかけてもくださって、初日公演の時とかレッスンの時から、そうそうそう、で本当に優しいんです、本当に優しいんですよ。いっぱい教えてもらってレッスンの時も、そうそう、本当に優しい、まひなさんめっちゃ優しくて素敵ね、本当にあったかい先輩です、大好き。まひなさんも大好き、大好き、大好き。だからもう今日のスピーチも含めてなんかすごいまひなさんらしさのあふれる生誕祭で、わあより素敵だなと思いました。あ、お疲れ様です、帰りなきゃ、ありがとうね今日。ありがとうございました、ありがとうね。ね、スピーチほんとね良かったです、素敵だった、みんな大好き、え、みんな大好きよ、みんな大好きになっちゃうぐらい本当に素敵だって、めっちゃめっちゃ先輩方素敵なんだもん、大好き、本当に大好き、本当にみんな大好きです。リスティン入ってこうより先輩のことをこう知れば知るほど好きしか生まれないってぐらい、本当にもう大好きが増していく、本当にいろんな先輩のいいところが、いいところ、新しいいいところが、いいところ、なんか素敵なところ、自分も先輩と時間を過ごす中で、もうたくさん一個ずつ一個ずつたくさんこう見つけていけるというか、見つかるというか、なんか自分すごい感じるので、先輩の素敵なところたくさん、そう、ね、大好きになる。みんな大好きです。みんな大好き、もうみんな大好きすぎ、もう決められん、誰かって決められんぐらいみんな大好き。 DD です、私は。葵ちゃんのダンスにもあるね、ね、私も葵さんのダンスめっちゃ好き、まひきょうさんのダンスも好きだな、まひちゃんと始めましょう、え、嬉しいね、今日も嬉しかった、めちゃめちゃありがとう、めちゃめちゃ嬉しいね、うん、みんなオープニングと瀬戸内の声の音が素敵すぎて本当に嬉しい。嬉しい。最後 よかった、最後ね、最後めっちゃ緊張した、音がなくなった、ありがとうからこの上に行って、って言って、そう
イントロの部分にコーラスが入ったんですよ今回から。あれめっちゃ緊張する。あれも一番緊張した。あそこの音で結構難しい、撮るのが難しくって、あと出だしあの1音目を出す、1音目ばっかりだったので、自分の出す音が1音目ばっかりだから、より1音目ってさ、その音が2音目とか3音目とかの方が音って取りやすいんですよね、声が。でも1音目って難しくって、そうなかなか レッスンの時から撮るの難しかったけど、成功、大成功した。リハーサルの時から失敗することなく大成功でした。よかった。あそこがもう一番の今日の不安ポイントだった。あれめっちゃ怖かった。いっぱい目があった。え、目あった、見たもん、いっぱい目つめた。いっぱい目あったよ。あ、そういうの MC、 あ、本当ですか、嬉しい。 MC 褒めてもらえる、また来てね。お仕事お疲れ様、ありがとう。研究生のベラがいすぎじゃない、本当に羽田学方嬉しい。ありがとう、ありがとう、嬉しい。最後のなんだろう、最後のなんだろう、こんばんは、視力、噛んじゃった。 MC コラスね、おとどり難しい。先輩がそれじゃパフォーマンス的よね、完璧。みちさん、しないか、葵井さん系のマイキューさん、うん、確かに先輩方のパフォーマンスも好き、めっちゃ。ねえ、かっこよかった、嬉しい、嬉しい、かっこいいって。頑張る、もっと頑張ります。こんばんは、マイクスタンドあたふたす。正面はずい。本当あれ正面で見られるめっちゃ恥ずかしい。恥ずかしすぎる。ね。でもしちゃう。バーズメンが一番ない。え、嬉しい。嬉しい。ナンバーワン。あずみナンバーワン、嬉しい。あ、しろくん、そう、四国の魅力って言おうとしたら、四国の魅力の力だけ残ってし、視力って言っちゃった。あ、結婚してありがとう。ありがとう、結婚してたくさんや。元気をもらえるパフォーマンス、本当に嬉しい。元気をもらえるパフォーマンス、嬉しい。待って、もうストップ。結婚してもうストップ。終わり、止まらんくなっちゃうよ。もうストップだ。何回目よ今日結婚して。1日1回までです、結婚しては。四国の女性になれたかな、ね、なんかもうちょっと四国色に自分も染まれるようになりたい、四国のユニットの一人として。ね、行列できちゃった。ハートビーム、ハートビーム、ループなし。結婚して行列終わり。100円前列いっぱい目あった、うん、目あった、嬉しかった。楽しかった、嬉しかった、ありがとうね。にまつけさん、ありがとう、ありがとう、おかえりなさい。スイカうちわは2かけんかったな。さすがに2かけんかったよ。怒りますね、スイカうちわ持ってきたら、もう叩く、うちわ。こら、少しは四国のこと詳しくなった。まだです。まだ行きたいなっていう妄想だけを膨らませながらも、まだちょっと四国詳しくなれてない。四国勉強、
ちょっと行きたいな四国。自分の足で四国にたくさん行きたい。そこからですね、四国ユニット一員への道は。今日本当に今面接、え本当によかった、そう言ってもらえて嬉しい、ありがとうね、ありがとう来てくれてね。確かに愛媛行きたい、道後温泉ずっと行きたいから愛媛行きたいですね。あ声見に来ました、ありがとうございます。ももちゃんとで、ね、えしたいももちゃんさんとユニットめちゃめちゃしたいです。いつかできたらいいな。ちゃんとアズミンポーズ返す、え返すよ、嬉しかったアズミンポーズね。なんかあったんや話したいこと、忘れてしもうた、なんかあったのに、なんだったっけな、あそうだった、あの公演のことじゃないけど、なんか今後の自分のあの成長に向けて自分の課題克服みたいな部分なんだけど、相談ですねこれは、相談があって、なんかどういう相談、難しいな、なんかこう今もっとなんかパフォーマンスというかステージに立った時の自分をもっとなんかこう向上させたいというか、なんかもっといいパフォーマンスできるようになりたいくって、そうそれを今までちょっとねマネージャーさんと帰り際にちょっと話した中で、なんかこうやってみるといいんじゃないかなみたいな、そりゃしないよ、やめませんやめません、身長を伸ばしません伸ばせないのでっていうので、なんか私のパフォーマンスって喜怒哀楽の4つの表現で言ったら、一番どの表現が自分のパフォーマンスって、なんか自分を最大限に活かせる、そうそうそう、見せるパフォーマンス、もっとなんか見せれるような花のあるようなパフォーマンスをできるようになるにはっていうのちょっとね課題というか、なんかもっと頑張りたいなって思うのに、その喜怒哀楽、例えばあるじゃんこの喜怒哀楽の中で、自分が一番自分の一番魅力をこうバンって出せれるのってどれなんだろうって思って、なんかみんなから見た自分と、自分が思ってる自分とみんなから見えてる自分って違ったりもするから、そうなんかなんだろう、その表現なんていうのかな、難しい難しいね、難しい、なんて言ったらいいんだろう、自分はそうなんかどの喜怒哀楽のどの表現が一番自分の魅力を出せるのかな、なんかみんなから見た私っていうのでなんかあるのかな、あるかなと思って、ちょっと相談これからこうしたいって考える、自分の中でこういうパフォーマンスするぞって固める中で、ちょっとみんなにも聞いてみたいなと思って今聞いてみた、喜怒哀楽、楽はもう待って愛がもっと、あなるほどね、愛ね、そうこう磨く、そうなんだよね、ちょっと自分をもっと磨きたいなと、こんばんは、もっと怒られた、いや違うそれはちょっと意味が変わってきますが、そうだよね、楽かな、楽、確かに楽か、
あ、優しいからどの表現力が出るとさらに。どうね、どうって難しい。確かに。こんばんは。政治のあずみきっと楽か。確かに。なんかね、難しいんだよね。なんだろう、なんかまだね難しくて自分的にもよくわかんないの。考えれば考えるほどね、わからんくなる。きっと哀楽っていうと確かに難しいねっていう言葉にすると。でもでも涙で間が起きないか。あー、確かにそういうのあれだよね。無力系かな、ユニットの無力系かな。確かに愛の表現が増えると幅が、確かに表現の幅確かに広がりそう。確かに愛ね、かっこいい感じとかね。確かにね。か考えすぎなくて、初めは十分にパワーする。本当に？まあでも、まだまだないよ。まだまだないよ。もっともっとね、もっとより、そうやって言ってくれるのめっちゃ嬉しい。もっと高みを目指したい。やっぱり大人数何人いても背がちっちゃい分さ、だからこれも自分のコンプレックス、ちょっとコンプだからね、背がちっちゃいのちょっと昔コンプレックスだったのが、背がちっちゃい分やっぱりさ、ちょっと埋もれてしまうじゃん、背が小さいって。そうだから、その、まあ、背がちっちゃくっても大きいパフォーマンスをしてステージの上では存在感めっちゃ出したいっていうのも、なんだろう、土台の目標としてずっとやってるんだけど、なんかね、もう何十人いてもどんだけ自分がその中でどんだけ背がちっこくてもなんかパンってこうパンって目立てるようなパフォーマンスがもっとできるようになりたい。高みを目指して頑張る。愛の表現にはグッとくるものがあります。藤さん的とか、あ、確かにね、愛の表現確かに苦手。あんまりめっちゃ得意かって言われると得意じゃないかも。そんなに愛とかドとか、ね、ブリブリの会議か、確かにしてないかもしれん。確かに一回夏の好きはご用心とか他のユニットもやってみたいなと思ったりもする。花だれ公演無力だけなんしかやったことないから、ありがとう。花だれの、あ、花だれの先輩が名前、確かに確かに明るい楽しいを突き通してもらえる。あずちゃん行く、あーなるほどね。みゆみゆさんね、そうマネージャーさんとお話した時もみゆみゆさんをこうまあ例としてあげてくださってちょっとお話をしたんですよ、終わった後に。こんばんは。
まあ、ちょっとなんか試行錯誤してみる試行錯誤してみる試行錯誤ねえ。試行錯誤してみます。みゆみゆさんね、私みゆみゆさんの声めっちゃ大好きみゆみゆさん、みゆみゆさんと一緒にステージ立ってみたかったなってすごい思う。みゆみゆさん、みゆみゆさんの横で踊ったら、一回一緒に立ってみたい。みゆみゆさんと立ってみたかった。小さくてもいいか。アンナさんね、アンナさんのパフォーマンスも好き。イコラブの反対でアリちゃん笑顔を封印されてかなり悩んだパフォーマンス。あ、そうなんですか。へえ、知らなかった知らなかった、ね、ダンスの参考はね、最近ねミッチュさんと、最近はね葵さんと、あとね葵さんとマイキューさんとかも参考にして、ももちゃんさんのねダンスも好きなんです私。葵さんとミッチさんかな。あ、ありがとうございます。花だれ嬉しい、ありがとう。ドとアイは配信出してていいの？ドとアイ？ドとアイ。そうだかね。オールマイティにこんなつよりあっちゃんこれってイメージ持たせた方がいいと思う。ああなるほどね。だし、ああそういうことか。元気なパフォーマンスみたいな、そういうことか。難しい難しい。綺麗嬉しいな。パフォーマンス綺麗って言ってもらえるの。こんばんは。確かに四国、確かに千穂さんの踊りも好きです。千穂さんの踊りも好きだな。ちょっと頑張る頑張る。ちょっといろいろなんか試行錯誤してみる。なんかそうだね、もっと上手になりたいから、もっと上手になりたいし、もっと見せれるようなステージの上で見せれるような人になりたいので頑張る。ちょっとここからはいろいろ考えて感じて見たりしながら、瀬戸内の小さな巨人になります頑張る。おしのさんファイト、ありがとう。ね、毎回課題が見つかる。やればやるほど。でも課題は見つかるけど、課題を
課題を、なんだろう、見つかった課題をまだ完璧に、なんだ、なんて言うんだろう、あの採点できないテストで勉強とかで言うと課題がたくさん、なんだろう、課題はたくさんで、課題もらっていっぱい書いたりするけど、なんか採点難しい表現がなんか採点してないみたいな感じです。うん、でも課題はいっぱい山積みになっていく、どんどん。一番安住自身が楽しい、そうだよね、確かにそこはね、なんだろう、一番大切にしないとです。一番楽しむ、自分が楽しむっていうの、前回良かった、あ、それもある、なんか、うん、それもある、この前よりも、うわ、今日めっちゃ良かった、あの曲のここがとかっていうのは自分の中ではあるの、感じるの。今日とかは割と今までの中で比べたらいい方だった、いい方っていうか、いいパフォーマンスがすごい自分の中でもいい自分だったいい自分だったなってすごい思いますね、夜公演とか特に。そう、それはね、あるの、感じるの、感じる、みんなね、悩んでるよ。こんばんは。ねえ、頑張る。頑張る、頑張る。うん。レベルアップした。私は目覚ます。もう、言う。言った方が、うん。これは発言、言葉にして。だから楽しみにしててでも言うので、楽しみにしてて言ったからにはもう絶対にもうレベルアップさせるから楽しみにしててください。頑張る、頑張ります。 MC もね、ちょっと上手になりたいな、トーク、コツ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 頑張ります。うん、もうあずみんしか見えない草しちゃうおついつい、そう、あずみんだけこう目で追っちゃうって、つい気づけばあずみん見ちゃうぐらい、もう目離せ、みんなの目を離せなくさせる離せなくさせます。でも確かに楽しく、なんか楽しんで踊る、楽しいんだけどステージに立ってるの、なんか楽しいの感覚が最近ちょっと変わってきちゃったの。うん、そう、研究生で4人でステージ立ってる時とかは特に、ステージ楽しいし、踊るの好きだし、歌うのも好き、パフォーマンスするの好きだから楽しいんだけど、なんだろうな、なんか楽しいの感覚がちょっと変わった、いいことなのか悪いことなのか分かんないの、これが。だから、うん、なんかもうちょっと肩の力抜いてもいいかなとも思ったりもする。うん、ちょっと肩の力抜いたパフォーマンス、うん、分かんないです、あれかな、分かんない気なんかちょっとよく分かんない気かな今そうだよね、でも楽しいがね一番だよね。でもね、何するの、真珠プリサグたまに真珠ね、目離せなくさせちゃうよ、有言実行 99%、 いや 100% じゃん、 100% にする
頑張ったってばっかるかな。まずスカートちょっと短くして着る。はっそういうこと言う。大志が出だしたのかな、かな。まあちょっと試行錯誤しながら頑張るね。楽しみにしててください。後輩入ってきたらまた違った。確かに確かにそれあるかもしれない。てかそう、四国の四国公演のユニット今日フル公演あったから衣装全部着た。え、めっちゃ今まで着たかった衣装がたくさん着れてもめちゃめちゃ嬉しかった。全部好きな衣装。確かにロングが多いよね。可愛いよね全部ね。青い色がもう大好きだからもう好きすぎる。四国の衣装、STU の衣装が結構全部好き。水色、青大好き。いい色だよね青色って。一番楽しい、それもうその言葉が一番嬉しい押してて一番楽しいが一番嬉しい。嬉しいです。だから楽しんでお仕事押してて楽しいって言ってもらいたい言ってもらえるようにな自分でいたいですねえ。あ、ほんと四国にいると嬉しい。今日もありがとうございました。みんなにチュッありがとう投げキスよし、じゃあそろそろ終わろうかな配信ねえ。嬉しい、投げ傷特別な投げ傷。頑張ります、頑張るね。今日ありがとうございました。配信でも見てくださって、現場直接見に来てくださってありがとうございました。明日もお仕事の方もいるよねきっとね。頑張ってね、明日も頑張りましょう一緒に頑張ろうね。ゆっくり帰ってねお家まで。うん、ゆっくり帰ってください。でゆっくり休んでください。気をつけて帰ってね。もう落ち着いたかなみんな。気をつけてゆっくりで